本日のセミファイナルが行われます。白いトランクスが中村純一サウスポー、そして黒いトランクスが東海ジムの岩佐智明です。サウスポースタイルの左のボクサータイプです。中村純一、バンタム級のチャンピオングレート金山、そしてジュニアフェザー級のチャンピオン福島京志郎と2度のタイトルマッチに敗れて、そして現在のこの地位にいます。今はもう日本ランキングにも入っていません黒いトランクスの岩佐智明。一方の白いトランクスサウスポー増田ジムの日本ランカー、日本1位のフェザー級の1位のランカーです。中村切っちゃったですわ。あ、右目切りましたね。はい、はい、今どうやって切りました？頭ですね。バッティングですか？はい、今第2ラウンド2分途中で一旦時計が止まります。タイトルマッチ3月あるのね。そうですね、ちょっと心配ですね。まだ血溢れてますね。溢れてますね、実は中村純一は3月にその日本タイトルマッチを控えています。ここで怪我をしたというのはちょっと痛いところでありますが、左から出したり右から行ったりと岩佐もいろいろテクニックを変化をつけて戦っています。一方の中村リング中央、さあ左、左のフックが浅く当たりました。さらに左フック、左ストレート、おっと岩佐がちょっとずれた、腰からずれた。さあ少し効いているか、左のキャリアです。おっと、そして左をついてきました岩佐。さらに体を前に引く中村も左を返すクロス気味、中村の左、このクロスを避けて岩佐の中に入ろうというところ、左のボディ、岩佐の突進をなんとか許さないでいきたいんですけどもね、はい、中村にローブローの注意が与えられました。そしてもう一度目を見せるということになりますね。第2ラウンドに右まぶたの上を切りました。だいぶおびただしい出血、この白いトランクス、中村の白いトランクスを赤く染めていますが、あ、レフリーストップです。レフリーストップ、5ラウンド途中、これ試合の半分が成立していないということで、試合の結果はドローという結果になります。